愛知県豊田西高等学校は愛知県豊田市小坂町にある公立高等学校。1940年に愛知県衣中学校として開校。豊田市街地近くの丘の上に立地している。通称は成功、豊田西。学校独自の行事として大学の教授による講義を体験する豊田西総合大学や様々な分野で活躍している人を講師として迎え。 これまでの人生の奇跡を聞く人生講演会などがある。三河学区に属し主に豊田市と三吉市、岡崎市に住む生徒が多い。また、終わり学区の日清市、東郷町からも進学可能である。春の選抜大会に一度出場経験がある。夏の県大会は準優勝6度あるが優勝経験はない。部活としては認められていないが、活動自体は 三好市の三好池にて行われている。インターハイへは6年連続で出場しており、複数種目での優勝、男子総合成績3位入賞などの実績がある、競合である。また、日本代表として国際大会に出場する選手を多数輩出している。国公立大学への進学志望が多く、近年は約200名が国公立大学に進学し、 私立大学への進学は90名前後である。毎年のように、東京大学、京都大学へも合格者を排出しており、2021年には、それぞれ、計6名が合格した。旧帝大への進学も多く、特に地元の名古屋大学へは、毎年40名前後の合格者を排出している。2021年には54名が、名古屋大学に合格した。ありがとうございます。